プルサのジャパンのね、担当の方といろいろやり取りをするんですけれども、やっぱり日本のマーケットってやっぱりあんまそんな重視されてないのかなみたいなのを僕が感じるわけですね。まあね、日本語っていう言語に訳されてないじゃないか、そのプルサのね、ホームページの中でも。マーク3はね、詳細な日本語のハンドブックとですね、その説明書がこう入ってますけれども、うん、どうしてもやっぱりこうちょっとこうマーケット的にはね、北米とかね、英語圏の方が大きいから、やっぱそっちの方が優先になっちゃうのかなと思うんですけど、やっぱり日本でね、プルサのユーザーが増えていくことで、日本のね、中でも例えばフィラメントね、この前、プルサの公式の方からもですね、こちらの、コミュニティですね、こちらのコミュニティ、プルサコミュニティジャパンの中でですね、公式の方からも、フィラメントをね、補充予定がありますよ、みたいなね、コメントをいただいたかと思うんですけれども、どこだっけな、どこにあったっけ。ああ、そうそう、気軽に、書き込めますよ、みたいなね、ところだったりとか、フィラメントのね、入荷情報を確かここに載せてくれてたと思うんですけど、はい、だからまあ日本でこのプルサメントを使う人とかですね、あとプルサミニを買う人、越境 EC になりますけども、プルサマルチマテリアルを、使う人が増えてくるとですね、多分まあちょっと日本のマーケットも手こ入れするかって感じになって、多分その環境がね、整っていくんじゃないかなって思います。まあ使ってくださいっていうね、まあ僕もこういう立場なんで、そういうことを言っていかなきゃいけないっていう立場でもあるんですけども、まあ 3D プリンをやっぱり安定して運用していこうと思えばですね、機械に対するメンテナンスは圧倒的に少ないはずなので、うん、ちょっと僕はまあずっとおすすめをしてるし、まあ、ちょっと前にね、2ヶ月ぐらい前にレビューの動画そういうのを撮りましたけれども、なるべくね、こういうところにね、活発だよと、プルサコミュニティジャパン活発にいろいろやってるよっていうのは見せられるとですね、多分、フィラメントのね、流通とか、いろいろ増えてくると思うしですね、もしかすると、プルサミニがね、アマゾンジャパンで買える日が来るかもしれないので、なるべくね、皆さんいろいろワイワイと、交流していきたいなというふうに思っておりますし、皆さんぜひぜひ使ってみてください。